これからご紹介する作品は、笹倉哲平さんが2003年に制作したシルクスクリーンの版画です。タイトルは、ラ・ランスです。このシルクスクリーンの版画は、フランスのブルターニュ地方にあるランス川沿いの町、ディナンの風景をモチーフにした作品です。限定枚数は、レギュラーエディションが395部、デラックスバージョンが100部、トータル495部のシルクスクリーンの版画がプリントされました。本作品は100部限定で制作されたデラックスバージョンの一作です。デラックスバージョンには特別に絵柄の下にボートと犬の絵、その右側に笹倉哲平さんがデザインした作品タイトルのマークが刷られています。まるで絵本の世界に迷い込んだような木組みの民家の街並みがとても素敵なシルクスクリーンの版画です。制作されてから20年以上経過していますが、シミや焼け、波打ち、色落ちなど一切ない新品同様の保存状態です。笹倉哲平さんのコレクターやファンの方にはもちろん、フランスの風景画をお探しの方にぜひお勧めしたいシルクスクリーンの版画です。